皆さんこんにちは、健康と美容をお届けするオフィスまゆみの大西まゆみちゃんです。今日はですね、ただいま大人気コーナーとなっております脳の筋トレのコーナーです。最後には斉藤ひとりさんによる生声による回答もありますので、ぜひぜひ最後まで見ていただきたいと思います。そしてオフィスまゆみでは今今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。改めまして、オフィスまゆみの大西まゆみです。こんにちは。今日はですね、大人気コーナーの脳の筋トレのコーナーとなっております。最後にはね、斉藤ひとりさんによる生声の回答もありますので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。そしてね、この脳の筋トレって何という方もいらっしゃるので、ここでねご説明させていただきたいと思います。日本全国ね、皆様から寄せられた回答をみんなでね、問題にね答えていきましょうというコーナーで、頭を使うということなんですね。考える力を、頭を使って考える力をつけていきましょうというコーナーなんです。ぜひぜひね、皆さんも何度も何度もやっていただいて、考える力を習慣化することによってですね、考える力がついてくるとどうなるかということなんですけれども、普段からね、いろんな問題に対して考えるということをしていると、自分にね、何か問題が起こったとしても、考える力がついているので、悩む時間が短くなって、素晴らしい、幸せな時間が増えるということなんですね。ぜひ皆さんもね、考える力を、普段から身につけていっていただきたいと思います。ではね、早速斉藤ひとりさんに寄せられた質問に皆さんも一緒に考えていきましょう。では問題に行きます。ではひとりさん、よろしくお願いいたします。私は絶対に幸せなお金持ちになりたいです。今はパートの掛け持ちで笑顔で元気に働いています。ですが今よりもっと豊かになりたいです。仕事に呼ばれると言いますが、もっと元気に旗が楽になるように働いていれば、別の仕事に呼ばれるとか、今より豊かになれる道が見えてくるのでしょうか、ということですか。ということで、皆さん、ちょっと考えていきたいと思います。ここでね、ちょっと考える時間を取りたいと思いますので、ぜひ考えてみてください。ではシンキングタイム。皆さん、どんな考え方をされましたでしょうか。では私の考え方に行きたいと思います。私はですね、たくさんのね、魅力っていうのが大事だというふうに、ひとりさんの教えの中でも言われていると思います。なので私はですね、たくさんいっぱいね、自分の魅力をつけるといいのではないかなというふうに思います。そうするとあなただけの素晴らしいね、魅力がつくとですね、いろんな方がね、幸せを持ってきてくれたりですね、こういうことがいいよっていうのをことを提案してくれたりとかね、もう本当にね、周りに自分のいい、お友達ができたり、本当にね、魅力のある方々が集まってきます。なので豊かで、お金持ちになるのではないでしょうか、というね、大西まゆみの考え方です。では、早速皆様お待ちかねの斉藤ひとりさんの考え方に行きたいと思います。はい。これはね、喜ばれる存在になるって道は開けるんだよね。だから今のところでもっと喜ばれるようにすること。はい。周りからもよっと喜ばれるって、喜ばれるって大したことじゃないんだよ。笑顔がいいとか返事がいいとかね、はい、大したことじゃないんだけど、それができるかどうかなんだよね。それから最終的になると、お金持ちになりたいんだったらしたら、使われながらお金持ちになるってできないんだよ。自分がいつか独立しなきゃなんないんだよね。
で独立してお店やろうが何しようが、やっぱり喜ばれるお店にならない限りうまくいきっこないんだよね。そうですね。だから今勤めてる時でも喜ばれる人間になる、うん、お店やったら喜ばれるお店にする、はい、喜ばれる店長になると、はい、だから喜ばれるってことから外れると人生って失敗しちゃうんだよね。まあ、楽になるってね、旗が楽になるっていうのは楽しいっていう字でもあってね、喜ばれるってことイコールなんでしょうね。人に喜ばれれば楽しいようになってるのもそうなんね、うんうんうん、そうです。だからその喜ばれるってそこから外れちゃうとダメなの、はい、だからおはようって感じよくするとか、うん、要はただでできることってあるんだよ、うんうんうん、ただでできる簡単なことから始められない人は難しいことはできないんだよ、うん、私一人さんのあれ好きなんですよ。例えば自分が学んだことを下の人に教えてあげるとかっていうのあるじゃないですか。そうだね、あれやると結構喜ばれるじゃない、うん、だから本当に旗が楽になるってことが自分の中でできること、うん、で、あの笑顔だとか喜んでもらう他に、あの分からない自分で学んだことを人に伝えることとかね。だから物を教えるのにしてもね、偉そうに教えるのと笑顔で教えるのじゃ違うんだよね。そうだね、その段階からね、うん、だから喜ばれる存在になるっても上には上がどんどんあんの、自分自身のね、うん、だからそれの追求なんだよね、はい、商売もそれの追求なの、はい、でもその商売の基本はその人だもんね、人だもんね。そういうことよ。だからその人がそういう、俺たちもそれから外れた時も線路から外れたのと同じように脱線したり大事故を起こしちゃうんだよね。だからやっぱり従業員からいい会社だと思われたりとか、やっぱり喜ばれる会社になること、お客さんから喜ばれる、でそれの日常は俺たちがお客で言ってもいいお客さんだねとか、しとりさんが今日来てくれてよかったねとか言われる人間になること、喜ばれる存在ですね、どっちにしてもね、そういうこと、はい、でその間にうまくいかないこともやらんか、うまくいかないから嫌になっちゃうとか、うん、愚痴とか泣き言を言ってるのかね、うん、それを乗り越えて、そんなことは当たり前なんだっていうような、うん、そんなことは当たり前と片付けて笑顔でいるとかね、うん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 、その方が喜ばれる存在だよね。本当ですね、本当ですね。苦しい時いくら泣き言言ったって儲かった時くれるわけじゃないんだよね嫌なことだけ聞かされる人はたまらないよね。ですね。だからその当たり前のことを外しちゃうとダメなんだよね。喜ばれるってもいろいろやっぱりありますね、今話聞いてもね、肯定的に全てを捉えながら自分の今やってることが喜ばれてるか、うんうん、自分の今の態度は喜ばれてるか、自分の今のお店は喜ばれてるか、サラリーマンとして喜ばれてるか、それを考えることをいつもね、うん、そっから線路外れると脱線しちゃうよ。深いですね、うん、シンプルだけど深いんだね。うん、だからね、うん、簡単に言うとね、この世の中は難しいことがないの、うん、難しく言ってるだけなの、うん、基本は喜ばれる存在になるかどうかっていうことしかないの、はい、だ悟りでも何でもそうなの、うんうん、いくら悟ったって嫌われててしょうがねえんだよね喜ばれる存在になるっていうこと、これ言ってんだね。商売なんか特にそう、あそこのお店ができてよかったって喜ばれてんの、うん、で最近あのコンビニでもなんでいっぱいできたけど、昔はそういうのなかったんだよね、うんうん、あれで随分喜ばれてんの、うん、あとおトイレが使えたりとか喜ばれてんだよね。やっぱり繁盛してるとこは喜ばれてるよね、うん、喜ばれるものは何かあるかですね。そういうこと、だからお店も何もやってないんだとしたら喜ばれる人間になること、うんうん、でそれってすごいことしなくてもいいの、うん、今日は綺麗だねとかおはようとか、うん、簡単にやれることすらやらないことを神は嫌がるんだよね、うん、でそれをやってるうちにだん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 いろんなことが起きてくる、うんうんうん、線路だってどんどん進んでけ、次の目的地に行くようになってんのと同じで、踏み外さないことだよね。そうですね、ずっとねやり続けることなんだね、うん、だからまず、うん、電車でもなんでも線路の上に乗せなきゃいけないじゃない、うん、
工場時作ってる時から工場から持って線路に乗せるんだよ、うん、その乗せるっていうのは喜ばれる人間になるとか喜ばれる商売をするとか喜ばれる社長になるとか喜ばれるという線路に乗せないとどうしようもないんだよね。ですね。であとは走ってけば成功の道に行くに決まってんの。その線路に乗っちゃったら、ね、そういうこと。どんどんね走っていけばいいもんね。喜ばれながら島になる店とかないから。本当ですね。はい。あ、でもう一個だけね、はい、喜ばれるって言うと何でも安売りするように思うけど、うん、はい、帝国ホテルって高いけど喜ばれてんだよね、うんうんうん、だからよそより10円高くてもあなたのとこへ来ちゃうぐらい喜ばれること考えた方がいいよね、うん、安売りだけが喜ばれることではないよね、うん、安くなくたってあそこから買いたい、遠くてもいいからあなたから買いたいっていう喜ばれる、そこまで喜ばれないとダメだよね、うん、はい、値下げだけが喜ばれることじゃないよね、はい、それって一番安易な方法だよね、はい、みんなが苦しくなるよね、うんうん、だから高く売れててんじゃないんだよ、うん、あなたからだったら10円高くても遠くて100メーター遠くても行っちゃうぐらいの、うん、そのぐらいの笑顔が必要だよね、本当です、ということ、そこ磨いてほしいですね。そういうことです。喜ばれることを磨いてもらいたい。はい、そういうことです。はい、はい、以上です。ありがとうございました。ということです。喜ばれる人になりましょう。ということで、斉藤ひとりさんのお答えは喜ばれる人になるということですね。私も、皆さんから喜ばれる人に、なりたいと思います。いろいろ考えて、これからも楽しい、そしてためになる、そして皆さんに喜ばれる動画を作っていきたいと思います。今日は最後まで見ていただきありがとうございました。ここからはあやちゃんからのお知らせです。オフィスまゆみではマルカンのサプリメントや化粧品を販売してくださるお仲間さんを大大大募集しております。副業でも OK ですし、主婦の方でも OK ですし、自営業の方でももちろん OK です。無料で資料を受け取りたいあなた、はい、もうお気軽にですね、概要欄からお申し込みください。ということで、今日も最後までありがとうございました。なんとかなる、なんとかなる、そして